新中川町停留場は、長崎県長崎市新中川町にある、長崎電気軌道蛍茶屋支線の路面電車停留場である。駅番号は41、2号系統、3号系統、4号系統、5号系統が停車する。当停留場は1934年に中川町停留場として開業した。馬町蛍茶屋間の開通と同日の開業である。新中川町停留場に改称したのは1947年のことで、改称に合わせて停留場は、隣の新大工町停留場よりに 0.2km 移設している。この新大工町停留場との間にはかつて桜馬場町停留場が置かれていたが、太平洋戦争下の1944年に急行運転が開始されたことにより廃止されている。1801号の4号系統は2011年度と2015年度、2016年度は一度ずつしか見られなかった。4号系統で一度も見られなかったカラー電車は下記の通り。362号 ANB クラウンプラザホテル、長崎グラバーヒル1201号、銀行 ATM E ネット1202号、銀行 ATM E ネット1304号18、銀行1501号長崎国体1503号、長崎国体1701号18銀行、18、カード、森谷商会1801号銀行 ATME、ネット1803号新和銀行、ウェリスパーク南長崎新中川町停留場は、併用軌道区間にあり、道路上にホームが置かれる。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟んで、向かい合わせに配置されている。線路の北側にあるのが、蛍茶屋方面行きのホーム。南側にあるのが西浜町、長崎駅前方面行きのホーム。戦前よりホームが設けられている数少ない停留場の一つだったが、安全地帯は戦時中に軍の命令により一度撤去されている。停留場には横断歩道橋が接続するほか、横断歩道も設けられる。歩道橋は近くの小学校に通う児童の安全を守るため、昭和40年代に設置されたものである。横断歩道は2010年、歩道橋だけでは停留場の利用に不便であることから、利便性の向上のため追加で設置された。長崎電気の調査によると1日の乗降客数は以下の通り。朝と夕方は近くの学校に通う学生の利用が多い。住宅街が広がる。停留場の前には長崎市立医療臨床学校があり、近くには中学校や高校もある。日本の近代医学の祖、シーボルトの邸宅跡とシーボルト記念館は、停留場から徒歩15分ほどの距離にあり、当停留場が最寄り。ABCDE でんぐり&宮川 2000、P75、ABCDEFG マオ 2009、P58、百年史、P129、ABCDE でんくり2005、P86、百年史、P202、ABC 百年史、P130、ABC 川島2013、P48。戦前に安全地帯が設けられていたのは、蛍茶屋支線の諏訪神社蛍茶屋間の各停留場のみだった。田栗&宮川2000、P89、ABC 百年史、P121、百年史、P125。ありがとうございます。